おはようございます。月曜の朝です。昨日の夜車の中に GoPro セットしたまま忘れてきちゃったので、まさに撮りに来ました。ゴールデンウィーク前1週間楽しくいきましょう。今週も月金で有明に放射線行きます。すべて午前中10時ぐらいだったと思いますので、道込まないといいんだけどね。まあ連休前で皆さん忙しいでしょうから混むでしょうね。僕も車がいっぱい走っております。昨日の選挙結果はいかがだったんでしょうか。僕の入れた人は勝ったんでしょうか。船橋の姿勢はどう変わっていくのか楽しみでございます。ツツジももうそこら中でいっぱい咲いてますね。ツツジです。ツツジじゃないですよ多分。おはようございます。今週も有明5日間です。有明5 days が始まります。今日は高速が浦安出口がめちゃくちゃ混んでたんでどうなるかと思ったんですが、その先がスイ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 来ましたんで9時ちょっと過ぎにはもう有明着いちゃいました。有明ガーデンからおやつでした。有明ガーデンからのんびり病院まで行こうと思ってます。じゃあ朝ごはんまだだからね、うん、今和子さん送ってきまして公園を散歩してます。ゆみちゃん苦手な水が出てます。今日は結構ね風が冷たいし肌寒いです。ここでおやつなの？ライオンキングのとこ来ました。シンバーだね。見たことないけどこういう風に人がやるんだね。カーテンが閉まってます。ライオンみたいにのしのし歩ってます。ゆいちゃん今度は病院パート2です。と東船橋駅近くの整形外科に来ました。ねえ和子さんは次から次に結構ね怪我しやすいんだよね。転ぶと必ずやります。前には歯折ったりね、手の骨折ったのもう何回かあるよね。昔和子さんキャッシュコントロールという部署オリエンタルランドにいたんですが、その前にはあの入り口のレセプというのをやってまして、そこでね、はい、
当時は20周年の当時かな、オープンダッシュで、あれはなんだっけ、ウエスタンなんだなんかのモーニング、ランチタイムかな、それの予約取るのにオープンダッシュして、でキャッスルの横曲がったとこぐらいで転びまして、やっぱりその時も手の骨響いて、仕事を3ヶ月ぐらい休んだんではないかなと思われます。あの当時、今もどうなんだろうね、包帯してるとオンステには出られないのかな、はい、そんなことやりました、やらかしまして、復活したのがその年のカウントダウンの深夜営業とかでだったのかな、なんかそんなだったと思いますが、はい、しょっちゅう和子さんはそういう風に転んでは怪我したりしております。うん、今日レントゲン撮るってだから、これどうなんでしょうかね。まあ2週間経ったんで、2週間3週間かも、前の選挙の時だったからね、くっついてるんではないかなと思われます。今日はじいちゃんこれからヤリスのガソリンを入れないと、あとあっちも軽自動車もそろそろガソリンだいぶ下の方まで来てたような気がするな。今日はアマゾンお休みなのでのんびりしたいと思います。この後何するんだっけ、なんか確か予定があったと思います。山市でお買い物してるとこちょっと待ってます。近くにはね、ほら、カラスがいるんですよ。GoPro だから遠くに見えるけどね、1メーターちょっとぐらいです。うわ、来たよ。怖いよ、怖いよ。